コロナ禍もようやく収束しつつあるとはいえ、未だ予断を許さない状況の中、新年を迎えました。これまでの2年間、かつて経験したことのない様々な制約のもとでも、私どもにはできる限りの工夫を凝らし、高等教育と研究に邁進してまいりました。また、そのような努力の中から、デジタルトランスフォーメーションの潮流にも乗り、高等教育と研究のイノベーションが生まれていきつつあります。また、岐阜大学は2022年4月から、吉田和弘学長のもと、第4期の門出を迎えます。新しいタームへの期待を込めて、岐阜大学における昨年の特記事項と、現在確定したといえる2022年の展望を申し述べます。まず、名古屋大学との法人統合により、2020年4月1日、国立大学法人東海国立大学機構が発足。私どもは、国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学となりました。2022年4月から東海機構は、松尾誠一機構長、杉山直志名古屋大学総長、吉田和弘岐阜大学長という体制で第4期に踏み出します。さて、東海機構の地域は世界に通じ、世界は地域に通じるというコンセプトのもと、岐阜大学は地域活性化の中核拠点であると同時に、強み、特色を有する分野において、全国的、国際的な教育研究拠点の形成を目指すというミッションを掲げ、機構という大きなプラットフォームに立脚し、アカデミックセントラルを中心とする教育拠点と研究4拠点、他に事業を広範に推進してきました。上記の拠点群はいずれも当初の見込みよりかなり早い進捗を示し、特に航空拠点は2021年4月にセンター建屋が柳戸キャンパスに進行、活動を開始しました。同じく東佐拠点も2021年10月に文部科学省から全国共同利用共同研究拠点に認定され、建屋もやはり柳戸キャンパスで11月8日に着工、2022年竣工の予定です。続いて岐阜大学独自の教育研究として次の3点を強調したいと思います。まず、医療者教育学修士課程が2020年4月1日に開設され、すでに第2期生まで入学、2学年とも 2.3 倍という競争率とともに、多様なバックグラウンドを持つ修士課程生が就学し、全国的な注目度も高いです。2021年11月19日には、文部科学省高等教育局法人支援課の設置計画履行状況等調査を無事通過したところです。また、2021年4月1日には、新たな学位プログラムである社会システム経営学館が立ち上がりました。これは地域の諸方面から強い要望を受け開設したもので、経営学の学士号を与える学部相当の教育組織です。学内のみでなく、名古屋大学からも支援を得、特に地域密着型という特徴のある経営学教育が提供されます。キャンパスの外に出る課題探索型の教育が大きな特徴で、今、学生が一番元気な部局であろうと思います。さらに、学生の元気さについては、航空拠点と同様で、名古屋大と岐阜大の学生がミックスアップし、ワイワイと勉学に励んでいます。キャンパスの学生と教職員を対象としたコロナワクチンの大規模接種、2021年8月に終了し、接種率は同地区にある岐阜薬科大学を含め8割です。これを受けて、2021年高学期から対面教育をほぼ全面的に回復しています。この間に得られた大事な知見は、e ラーニングと対面教育で学習効果、すなわち習得度に差はありませんが、学生の学習満足度は対面教育がはるかに高いという点です。このような結果から得た小生自身の考え方は、当面は対面教育を重視するが、将来的には、対面と同等の満足度を与える e ラーニングの開発が教育イノベーションにつながるだろうという点です。ただし、この検討にも教育効果と満足度の両者を指標とした科学的な根拠が必要です。結論を出すまで数年かかるのもやむなしと考えます。
コロナの状況さえ許せば、2022年は何より当社共同利用、共同研究拠点の開設や関連建屋の会社が待っています。さらに、アカデミックセントラル他のプロジェクトも目白押しですが、これらはあくまで中間マーカーであり、さらに大きな飛躍は東海機構と岐阜大学にもたらされるものと期待します。以上、2022年の新年ご挨拶といたします。皆さん方にとって良い年となろうことを記念申し上げます。